笠地蔵。昔昔のお話です。明日はお正月、お餅を食べたいですね。おばあさんが言いました。焚き木を売ってお餅を買ってくるよ。おじいさんは町へ出かけていきました。大晦日の町は大にぎわいです。焚き木はいらんかね。おじいさんの声はなかなか届きません。やれやれ、困った。そこへ傘売りがやってきました。焚き木は売れましたかな。いいえ、全然。わしもです。どうでしょう、焚き木と傘を交換しませぬか。二人は取り替えっこをしてにっこり微笑みました。帰る途中で雪が降ってきました。おや、あそこに見えるのは白い頭が1、2、3、4、5、6、雪をかぶったお地蔵様でした。寒いでしょう。この傘をどうぞ。お地蔵様に傘をかぶせます。ところが傘は5つ、お地蔵様は6体、1つ足りません。そうだ、わしのほうかむりを使ってください。最後のお地蔵様には自分の手ぬぐいをかけてあげました。家ではおばあさんが心配していました。無事でよかったです。お餅を買えなくてごめんね。いいんですよ、そんなこと。おじいさんは今日の出来事を話しました。それは本当に良いことをしましたね。二人は幸せな気持ちで眠りにつきました。真夜中、不思議な声がします。えっさ、ほいさ、運べや運べ。誰だろう。そっと戸を開けてみました。そこにはお餅や野菜がどっさり。はるか向こうに傘が5つ見えます。あれはお地蔵様。一番後ろを歩くのは手ぬぐいをかぶったお地蔵様でした。なんてありがたい。二人は深く感謝しました。そうしていつまでも幸せに暮らしましたとさ。